四川外国語大学は中国重慶史殺牧草史郎33号に本部を置く中国の公立大学である。1950年に設置された。大学の略称は四川外大、川外などで英語では死死と呼ばれる。広文老四川外国語大学は中国重慶市に位置し中華人民共和国教育部に認定された公立全日制一般本科大学であり、 学士から修士、博士までの人材育成システムを備え、中国西南地区における外国語と対外国人材育成も、及び外国言語文化、国際経済貿易、国際問題研究など分野を渡る重要な基地の一つである。2013年末現在、四川外国語大学の敷地面積は1077.8ムーで、 校舎面積は449,054平米。教学研究機器設備資産額は1562.22万,万円、学生一人当たりの教学研究機器設備資産額は6,519.63元に達している。図書館の蔵書冊数は91.5万冊。2013年末現在、四川外国語大学は22の学院、K からなっており。 36の本科専攻を解説している。学生数は14,833人、専任教師は810人。学部、学院の一覧は書き通り、ありがとうございます。